ここに電気を流せば実際こっちの電球がつくと。でゼロ。つかない。こんにちは、谷口幸太郎と申します。本日は、前回といっても2日前なんですが、前回撮影した実験動画の、リベンジをしたいと思います。リベンジと言いましても、もうコイル作成はゴリゴリなので、前回はコイルを自作して、実際に交流の電圧を作って、それで実験を進めようと考えていましたが、最終的に、N 極がこの一番上に来ている、電圧がこういう状態の時のを止めた状態で、乾電池を使って、この状態の時の電圧を乾電池で作って実験を進めました。で、少し考えてみたところ、この止めた状態でなら乾電池で、その電圧を作って実験することはできました。ということは、この瞬間が作れるなら、この瞬間も作れるだろうし、乾電池つなぎ替えればこの瞬間止めた状態なら、作れるということにちょっと気づきました。で、ならスイッチか何かつけて、カチャカチャ切り替えて、各段階の電圧をなんか切り替え式で作れるようにすれば、乾電池でも交流っぽい電圧の実験はできるんじゃないかと考えました。それで、どんなスイッチ買えばいいかなって考えたんですが、もうこの際だからスイッチ作ればいいかなっていうふうに思いまして、でどんな風に切り替えようかなっていう風にちょっと考えました。で、この角度それぞれの電圧をうまく作るようにスイッチを切り替える方法をちょっと考えてみたところ、オルゴールみたいな感じで電圧がこう上がったり下がったりするところをなんか接点をつけてなんか切り替えるような感じにすればいいんじゃないかなっていう風に考えました。で、これがちょっと考えたらなんかすごいできるような気がするので、今日はそれをやってみたいと思います。具体的にはこの電圧がこう変わっていくのを、ポイントポイントで止めて、その時の電圧を、記録していって、そこに接点を並べていって、そこに電気を流すっていう感じになります。ちょっと今イメージが伝わってないかもしれないんですが、実際に作業してそれを動画にしますので、見てもらえたらと思います。今回使う材料なんですが、前回の実験で買ったものをそのまま使おうと思います。豆電球ですね。前回って2日前なので、繋いだ状態でまだここに置いてあるという状態になってます。これをそのまま使います。あと、このスケッチブックとこの割りピンですね。この割りピンが今回かなり肝になると考えています。じゃあ早速やってみます。ちょっとこれ外します。作成する電圧なんですが、この時とこの時とこの時とこの時みたいなちょうどなんか 0V になる時とか、ここが最大になる時とか、 0V になる時とか、こういうポイントで取っていこうと思いますので、1、2、3みたいな、ここからここまで行くまでの間に3段階なので、30度ずつずらしていった時の電圧を作りたいと思います。30度ずつってちょっとイメージ湧きづらかったと思うんですけど、1時2時3時みたいな時計と同じですね。なので1周を12分割するイメージで作ります。なので0時から12時までという感じです。だからまず24センチの直線を引きます。高さは12センチぐらいにしておきます。今何やってるかというと、まずグラフを書こうと思っています。時計のイメージで、0時スタート1時2時って感じでぐるっと12時まで書くので、今24センチに引いたのは12分割するためで、2センチずつに切っていこうと思います。2センチずつ分割して、0時から12時までの線を引きました。で、縦なんですが、真ん中を 0V で、一番上が最大で、一番下がマイナス側の最大というふうにしたいと思います。で、縦12センチにしたので真ん中の6センチのところを 0V とします。今のところこんな感じですね。と何ボルトか決まってるわけじゃないんで、プラス0、
マイナスぐらいにちょっと書きました。で、縦のメモリなんですが、使うメモリですね。1号機がマックスの時、2号機と3号機はその半分になってるっていう説明を前回したと思います。なのでここが2だとすると、ここが1みたいな。でさっき の, あのグラフ書こうとしてるこれですね、縦12センチにしたので、まあ、ここ6センチだとここ3センチみたいな感じですね。問題はこのパターンですね。ここの高さなんぼだろうって感じですよね。でここなんですが、結局ここ正三角形になっていて、その半分になっているので、これよくあるあの三角定規の形と一緒になっていますね。ここ正三角形の60度で90度で30度みたいな。でまあこれもよくあるパターンなんで、1対2対ルート3っていうあのなんか公式っぽいやつ、分かる人ならすぐ分かると思いますし、ちょっと調べるとこの三角形の長さの求め方はよく出てくると思います。で、まあ、1対2対ルート3なんで、まあここが2だったらここルート3ってことですね。まあ具体的には、まあ、あの人並みにおごれみたいなやつの、人並みにおごれやみたいなあの覚え方だったと思います。なんで 1.73 とかですね。まあ電卓ありますけど、1の時3センチで2の時6センチに今なってます。なので、1.73 を1の時に3なんだから3倍してやればいいと。で 1.73×3 だと、まあ 5.19、 まあ 5.2 ぐらいにしてやれば、この時の高さになるという感じですね。まず、ちょっと半分の線引きます。で、ルート3のところが何ぼだったっけ、 5.2 でしたね。5センチ2ミリってことですね。5センチ2ミリ、まあこの辺か。まあさっき数字書いてなかったのにちょっと書いちゃいましたけど、まあ0、1、ルート3、2みたいな感じですね。で30度ずつだったら今引いた線以外の電圧は登場しないはずなんで、これでグラフが作れるはずです。では早速グラフの線を引いていきたいと思います。じゃあまずコイル1号機の電圧から引いていこうと思います。青だっけ。じゃあまあ0時から、まずここ今最大ですね、ここ最大につけますね。ここ、次1時、まあここですね。まあ2号機がちょうど0になったところですね。ここ、まあここはルート3でしたね。ここ、次3号機が真下になった時ですね。これあの半分でしたね。これの真逆なん、あのこのパターンと一緒なんで、こうかプラスの1ですね。で0、ここまあ1ですね、マイナス1ですね。で、次どこだ、ここか、ここまあマイナスルート3ですね。で、まあ、マイナスの2と、これまあもうパターンなんで、まあ一周やりますか。次マイナスルート3ですね。次がどこだ、ここか。次マイナス1、次ここ、0、こうか、0、ここ、1ですね。
次が、ここか、プラスのルート3ですね。で1周とプラスの2ですね。こんな感じか。今回しながら電圧確認してそこに印をつけていきました。まあ、こんな感じになります。でまあこれ必要な線しか引いてないので次の交差したところにどんどん印をつけていけばいいという感じになってますね。じゃあ次は2号機やりますか。2号機は緑ですね。2号機は、1号機がまあ0時の時からなんで、マイナス1からですね。まあスタートが分かれば次のクロスしているところにどんどんつけていけばいいんでこんな感じになりました。で次がこのオレンジの3号機ですね。スタートがマイナス1からで、まあ下がっていく感じですね。まあこんな感じになりました。ちょっと線引いてみたいと思います。こんな感じか。さっき丸つけていたところに、線を引いてみました。なんかよく見る酸素交流の説明でよく出てきそうなグラフができました。でここのポイントに、接点をつけて、電気を流せばいいんじゃないかと。じゃあやってみます。割りピンを刺すために、カッターで穴を開けていきます。ポイントだと思ってるのが、ここですね。クロスしているところが、ショートさせないようにしないといけないので、2個ちょっとずらして穴を開けないといけないかなと思ってます。あと割りピンは裏で足を広げるので、ちょっと角度も注意しないといけないかなと思います。一通りカッターで切り込みを入れました。で、一応1点だけのやつは単純に切り込み入れてクロスしているやつはこの穴の縁から両サイドに開けました。じゃあ押しピンを取り付けていきます。押しピン、割りピンですね。外れた。接点に割りピンを取り付けました。じゃあこの、接点に、エナメル線を取り付けようと思います。このなんか苦戦したコイルから取り外して使おうと思います。やっぱり新しいやつ使います。これですね。どうなんだろう。エナメル線の皮膚を剥がしながらつけないといけないので、ちょっと大変です。あ、違うとこつけてる。このように、エナメル線で接点をつなぎました。こんな感じで、接点に割りピンを取り付けてそこにコイルで、そこにコイルで、あ、コイルじゃねえや
エナメル線を接続しました。交差しているところがショートしそうで危ないので、セロハンテープで絶縁しようと思います。あ、手元映してなかった。表のこのクロスしているところと、あとこのクロスしているところは、割りピンがいつの間にか回転して裏でショートしていたら怖いので、裏の足のところもセロハンテープで、回らないように固定しました。これでまあ配線は完成です。まあ、一応タイトルもつけました。ちょっと1枚取って、電池側を作成したいと思います。かける電圧ですが、ここが電池2個として、ここも 1.73 ですが、この列、あれ？ここいらないっすね。この接点いらないっすね。余計なのつけちゃいました。まあいいか。使うのはこのプラスとマイナスのとこだけですね。1.73 はもう両方2流すことにします。というのも、ここの列、結局この2点なんで、プラスとマイナス同じだけ流しとけば、まあ、ついつま合うというところで、ここに2流して、ここ1流します。で、マイナス1、マイナス2って感じで。なので4つ、接点を4つ作れば、目論見通りいくはずという感じですね。ちょっと実際に当てて、印をつけました。まあこの線の間ぐらいと、ここの線のところとこの線の間ぐらいに印をつけました。No way! No way! No way! おい、続きやらせろ。ちょっと思ったんですが、割りピンってめちゃくちゃ万能な気がします。こんな感じで裏から割りピンを刺して、ここワニ口で挟む予定です。でこっちに電気を流して、ここをこうやれば電気流れるんじゃないかっていう作戦です。割りピンを電池の接点にも使えないか試してみようと思います。お、なんか使えそうです。割りピンの間にセロハンテープを挟んで、お、ピントが合わない、ピントが合わない、なんか電池にピント合わないですね。割りピンの間にセロハンテープを挟んで両方に貼り付けました。これでここからも電気が取れるし、ここは直列につながると。結構これ便利です。まあ電池ボックス買えばいいんですけど、ここあるものでなんとかしようと思います。本当にこれ万能です。電池がグラグラするので木の棒に固定しようと思います。ちょっとこの接点を貼った紙もこの棒に固定しようと思います。まあ、セロハンテープで貼るだけです。この棒結構役に立ってきました。電池と接点をワニ口付きのコードで接続します。接続しました。4個直列になってるんですけど、まあ、この真ん中基準にプラス1、プラス2、マイナス1、マイナス2って感じで、それぞれ接点を、接続しています。でこう流すと。うまくいくかな。ちょっと切った切れ端に豆電球を配置しようと思います。全ての接続が完了しました。この電球がそれぞれ1号機、2号機、3号機から出ている出力につながります。なので線は3本だけです。
で、3本にかかっている電圧は、右向きに、こうですね、これがこう30度ずつ、まあ、時計と同じで1時2時3時っていう角度でそれぞれこう電圧が変化していきます。でそのポイントで、接点を出しているので、ここに電気を流せば実際こっちの電球がつくという感じになります。でじゃあ初点灯をやってみます。うまくいくかな、怖いなこれ。でもあれつかないですね。あ、外れてる。これカメラ手持ち大変ですね。大丈夫かな、いきますよ。お、これいい感じなんじゃないですか。あれでも1個つかないな、あれつかないな、これん、なんかつかないですね。2号機がつかないですね。なんだろう、どうしたらいいんでしょうね。ちょっと単体試験します。つかないぞ。お、いけるいける。再チャレンジします。お、あれ3つつかねえな。場所がちょっと際どいんですね。この辺か。あ、いいか。接点増やしますか。そうだよな。ダメかこれ。どうする。ちょっと接点作り直します。2箇所の接点を1個の接点で走ろうとしたのがちょっと失敗だったようです。線が届くので、電池にくっつけないことにしました。お、いいんじゃねえかこれ。お、よし。なんか思ったより全然スムーズじゃない。全然スムーズじゃねえな。お、光った。じゃあちょっと最初から、N がコイル1号機に近づいた時電圧がここになるとすると、電気は接触が悪いと、こんな感じに、1号機にプラス、2号機3号機にマイナスで、まあ、全部光ると。次はこうですね、ここですね、2号機が 0V で1号機と3号機がプラスとマイナスで、まあ、釣り合った感じになってると。で、ビュー、次3号機が0の時ですね。ここか。この全部点灯パターンが辛いですね。ここか。外れた。外れました。一応ついてますね。ちょっとなんか接触悪いですけど、2号機がマックスで他がマイナスになると。ちょっとあれですね、すごいグダグダ感あるので、ちょっと早送りで見てもらおうと思います。3層3線式で、あ、それぞれ電圧が変化してますが、ちょうどバランスをとって電気が流れ続けるというのが確認できたと思います。なんか思ったよりスムーズじゃなかったですが、まあ電池でもなんかそれっぽい交流っぽいなんか電圧の変化を見ることができたので、まあ、良かったかなと思います。どっちかというとグラフの作り方の動画みたいになったような気がします。
あと今日思ったのが、ちょっとスケッチブックと、この割りピンを組み合わせると、なんか結構いろんな工作ができるんじゃないかなと思いました。以上です。バイバイ。